はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は月桂冠の日本酒ですね。月桂冠の、ワンカップ酒。たっぷり 210ml。アルコール度数が13度以上、14度未満。原材料名が米、かっこ国産と米麹、かっこ国産米と醸造アルコール。となっております。ね。よいしょ。それではね、まあ、これから寒い時期になってきたらもうあれだよ。日本酒は、鉄板ですから。乾杯。あ、うまい。これうまいな。月桂冠うまいな。ん？あ、これおいしい。なんか、辛口ですね。月桂冠うまいな、これ。結構辛口。ワンカップ酒って大体なんか、ね、まずかったりするんだけど、これ美味しいですね。これ美味しい。これは、これ美味しいな。あれ？ホームページにこれがないな。わったのかな、これ。もしかして。これはな、13度以上14度未満のやつなんだけど、ホームページに載ってるやつが14度以上15度未満のやつですから別物ですね。おそらく載ってない。かもしんない。あ、これかな？多分これは、あれですね。売ってません。多分あれだな。変わったな。瓶のでかさが変わったんだな。おそらく。容量が 300cc のやつが、ホームページに載ってるやつなんで。多分これですね。昔のやつは多分、この 210cc。だったんでしょう。おそらく。淡麗辛口のお酒。甘口と辛口でいくと、辛口、一番辛口になってて、淡麗が、若干辛、あ、淡麗になってるね。あ、これ美味しい。これうまいな。やっぱあれなの。辛口だと思ったけど、やっぱ辛口だ。これ美味しいですね。カップ酒で久々にうまいの当たったな。おすすめの飲み方が少し冷やしてと、常温とぬる燗と上燗。となっております。月桂冠のカップ。
これ美味しい。これ美味しい。ニンニク醤油漬け。つまみに食べましょう、これは。あ、またこれ開かない。あー、硬い。またこれ開かないパターン。あー、開いた。この醤油漬けだいぶ使ったかな。いただきます。うん、うん、うん、だいぶ使ったな。ちょうど食べ頃ぐらい。あ、ちょっとしょっぱい。あー、しょっぱい。あ、これしょっぱいわ。これしょっぱい。あー、これご飯と一緒に食うやつだ、これ絶対。しょっぱい。絶対これご飯と合わせるやつだ。これあれだな。しょっぱすぎるな、これな。普通に食ってると。うわー、しょっぱい。ああ、これあれだな、ラーメンとか食うときにすりおろして、もしくはスライスしてラーメンの中に入れて、食うと美味しいかもしんない。ちょっと普通に食ってると、ちょっとしょっぱすぎて。あれだ。これダメだ、これ。塩分取りすぎなんだ、これ。これは塩分取りすぎになる。甘み、そんなに甘くはないんだけど、まあでも甘さはあるんだよ。これは美味しいですね。2234です。ご視聴ありがとうございました。